どうもつぶつぶやです。今回は品種紹介と夏の注意点をお届けします。今回ご紹介するつぶつぶ多肉はこちら、熊童子。昔から流通している可愛らしいつぶつぶ多肉、モケモケが特徴的な人気者。育て方や増やし方、夏の注意点をお届けします。それではまずはじっくり観察してみましょう。どうでしょう、多肉植物ならではの葉がふっくらとふくよかでめちゃくちゃ可愛らしい品種です。さらに葉の縁の部分にまるで爪のような小さな手のようなものがはっきりと見えます。こちらの可愛らしくもわんぱくでちょっと野生味のある爪が熊の手に見えたことから熊同士、そのように名付けられたのではないでしょうか。そして驚くことに、熊同士まるで子熊の手のようなのですが、全然怖くない、めちゃくちゃ可愛らしいです。小さな可愛らしい緑色の子熊たちが遊んでねと誘っているようです。このように角度を変えて動かしてみると、もはやおいでおいでに見えます。売り場で見かけたら近づきたくなる気持ち、めちゃくちゃわかります。誘われるがままに近づいてみると、モケモケでふくよかでユニークでチャーミング、思わず連れて帰ってしまうつぶつぶ多肉。こんなに可愛い多肉植物なので、さらにおいでおいでと誘われているので、見かけたら連れて帰ってあげること間違いなしなのですが、ちょっと夏は注意事項があります。実はこちらのモケモケ熊同士、夏がちょっと苦手、春や秋に購入ししっかりと日に当て、しっかりと元気に育っている場合は夏でも平気な場合がほとんどなのですが、夏に購入するとちょっと下葉がポロポロ落ちたり、少し葉数が減ってしまうことがあります。ズバリ高温多湿が苦手です。なので夏に熊童子の小さいもの、子熊をご自宅に連れて帰ったら、なるべく明るい日陰の風通しのいいところで管理してあげましょう。水やりも土がいつまでも湿っているような環境がちょっと苦手なので、お水をあげてすぐ乾くようならそれはそれで大丈夫ですが、もしもお水をあげてなかなか土が乾かないときは土の入れ替えをしてあげましょう。風通しよく水はけのいい土であれば、葉っぱが縦にシュッと立ったり、葉っぱが柔らかくなったりしたらお水をあげて大丈夫です。そちらのポイントさえ押さえておけば夏も大丈夫。夏はそのようにちょっとデリケートなのですが、春や秋の他の多肉たちが絶好調なシーズンはめちゃくちゃ絶好調です。特に春の終わりや秋の初めのやや気温が高い環境ではカットして刺すだけでもりもり増えます。その時のポイントはこのように葉っぱを2枚と茎を残してカットする。1日2日乾燥した後に土に刺してあげれば大丈夫。もちろんそのまま刺してもあまり失敗しませんよという方はそのまま刺してあげても大丈夫です。すぐ刺して失敗したことのある方は一度乾燥するのがおすすめ。そして一度乾燥して失敗した方はすぐ刺してお水をあげてみてもいいかもしれません。他の多肉たちに比べちょっと根が出るのが遅いかもしれませんが、それでも葉っぱがどん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 シュワッとなったり茎が黒くならない限りはゆっくりですが根出てきますのでご安心ください。小さな子グマたち徐々に増えていくことによって遊び相手が増えてめちゃくちゃ喜んでくれること間違いなし。きっと葉のエッジの部分の爪もどん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 わんぱくに染まっていってくれると思います。どん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 もりもり大きくしたいときは春や秋の植え替えがおすすめ。そしてその春や秋の植え替えは土に少し栄養があっても大丈夫です。花と野菜の培養土に水はけのいい土が 2,3 割程度足してあげればそれで大丈夫。植え替えた後にアイビー化成などの置き肥を鉢のサイズに合わせて数粒置いてあげることによってよりも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 り子グマの大群となります。もしも今この時期夏に購入した場合、一度お水をあげてみてお水がたまるような水持ちのいい土の場合は植え替えてあげるのがおすすめ。なるべく水はけのいい環境を用意してあげましょう。こう聞くと先ほどの春や秋の植え替えは培養土で水持ちがよく栄養の高い土に植えると言ったのに、
夏は水はけのいい土に変えなければいけないと思う方も多いかもしれませんが、春や秋に植え替えたものなら根が十分に張っているため、夏を迎える頃には結構根がパンパンです。そうなると夏にお水をあげてもその根たちがお水をあっという間に吸うので乾燥めちゃくちゃ早いです。要するにお水をあげても土がすぐ乾くので水はけいい土と全く同じような効果を望みます。なので春や秋に植え替えてモリモリになったもの植え替えなくて大丈夫。逆に夏に購入した場合、きっとこの中のね、まだ幼いものが多いです。なのでお水をあげた時、どん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 根がお水を吸うということはなかなかないので、水はけのいい土にすることによってお水をあげると余分なお水をスッと流してくれて、根がお水を吸う勢いが少々弱くても土あっという間に乾くので蒸れの心配がありません。そんな感じで大丈夫です。このような感じで熊道樹を育てているにもかかわらず、夏を迎えるにあたり葉がどん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 落ちていって葉数が少なくなってしまったという方もいらっしゃると思います。そういった場合は春から夏に向かうに従い、根に何らかの異常があったのかもしれません。その何らかの異常なのですが、ハダニやカイガラムシ、何かしらの虫がつくことによって根の生育がうまくいかない場合があります。そういった場合はお水をあげても土がなかなか乾かないので、やや蒸れた状態になり、下葉から順番に葉っぱを落としていきます。ですが先端付近の葉っぱが元気なら、次から次へと小さな葉っぱを出そうとしているなら、乾燥気味に育てながら秋を待ってあげれば大丈夫です。この場合の乾燥気味、土がしっかり乾いたらお水ちょろっとあげる程度で大丈夫です。しっかりと秋までお水をあげないというわけではなく、定期的にお水をあげましょう。今年の夏でいうと土の乾くスピード結構早いので、時々の水やり忘れずに。そしてその時に栄養を補ってあげるために、アイビー化成などの白い丸い粒、置き越えを土の上に数粒置いてあげるはちょっと遠慮してあげてください。気温が高いとものすごく溶けやすいので、肥料が効きすぎる恐れがあります。そうすると養分をたっぷりもらった多肉たち、ぐん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 成長はするのですが、その勢いすごすぎて茎がふにゃふにゃでちょっと病気や虫に弱い株になってしまいます。ご注意を。あげるならお水の中にこういった活力剤を少し混ぜてあげるだけで大丈夫。それでは最後にこちらの購入してきた熊道寺植え替えてみたいと思います。オープンします。いきます。初めての生産者から購入する熊道寺、ちょっとドキドキです。はい、オープン。素晴らしい。こちらの熊道寺、素晴らしい土に入っています。かなり水はけが良さそう。そして根鉢がしっかりできている。すごい。さらにこちらの茶色いポットの中のビニールポット、はい、こんな感じ。大きな穴が5つも開いてます。なのでお水をあげてもあっという間に余分なお水が流れてしまい、熊道寺蒸れの心配ないかもしれません。なのでこのような素晴らしい株を連れて帰ってあげた後は、はい、このままで大丈夫でした。はい、もう見事、お見事です。こんなに根がしっかりしているとめちゃくちゃ安心なのですが、今回は植え替える必要のないこちらの苗を、もしも土が保水力抜群のふっかふかの土でお水あげても下に流れませんよという場合という想定のもと植え替えます。その場合、夏なので根を大きく当たらずに水はけの位置を周りに足す、そんなイメージです。ちょっとサイズ大きめにはなりますが、こちらに水はけのいい土が5割程度入ったものを、はい、サラサラサラっと入れまして、今回はこちらベニカの流剤、病気や虫の予防に、夏なので虫や病気の予防にベニカの流剤をこのぐらい入れてあげる。真ん中付近に置いてあげたら、あとは周りに軽く足してあげるだけ。この時にもポイントが、
深く埋まりすぎないようにご注意を。ちょっと深く埋まっているとめちゃくちゃ可愛く見えるのですが、そういった植え替えは春や秋の比較的涼しくなってからがおすすめ。夏の間の水はけを良くしてあげるための植え替えはこんな感じ。ご確認できるでしょうか。根鉢がちらっと見えている。この方が乾燥がめちゃくちゃ早いのでおすすめです。茶色いポットから白いポットに変わるだけでちょっとどことなく白クマに見えるのは気のせいでしょうか。ということで今回はモケモケ多肉の人気者クマ同士、夏のお手入れと育て方のポイントをお届けしました。いやー、見れば見るほどにめちゃくちゃ可愛いですが、こちら秋から冬にかけてもっと可愛くなります。今が可愛くないと言ってるわけではないのですが、今も十分可愛いです。秋から冬にかけてこの爪もっとわんぱくになり、葉がキュッと詰まってめちゃくちゃ可愛くなるのでお楽しみに。